17、18年前にぶつかった人がここの創始者でありますベルナ・コーラという神学者でありまして、要はスイスのミッションの宣教師としてこの京都に来られた人で、結局そのコーラさんっていうのがみんなを、まあ、に説得して、でお金を集め、そしてここに学生寮を作る。でそこは要するに出会いの場で、ここは、まあ、ドイツ語で私どもハウスエベゲームという言葉を使っておりますが、要するに出会いの、まあ、家ということで、まあ、国籍あるいは宗教イデオロギーみんな違う人がここで一緒に、要するに同じ屋根の下に住む。それで何かその、まあ、平和を追求するという、要するにお互い同士が一人でも多く世界中の人がこういうところでお互いに知り合うと、まあ、そんなことで私はこの、まあ、家のと、まあ、なんて言いますか、運命を共にするったらあまり話は大きすぎますけど、とにかく、まあ、一緒にやろうという。でそこにはまたずっと京都大学あるいは同志社あるいは立命の若い先生方、そういう方々のサポート、それから京都の多くの企業の方々のサポートがございまして、これなんとか加藤が、まあ、40年来たと。で最後に皆様にとにかく1960年から70年の約10年間、つまりこの家の創世期におけるおいてどういう方々にお世話になったかということをごく簡単にお話しまして、それで私の簡単なご挨拶を終わりたいと思います。